部釣り込む。これもガジュマルの。極ロック。すげえな。30分。もっと早く終わるんじゃない？孫悟空の生まれて見とるってこと？蝶々がすごいパパ横立って急だな。
金入れれてるんだ。鍵。おお、すげえ。カモイたちが。生まれ変わりたい。一回目で悪いか。失恋失敗病気。二回通ればいいんじゃない。分からんけど。生まれ変わりたいなら何回。
いいか、うん、撮影会したいんですけど、次だ。左の方が危ないよ。もうすぐつながる。バリアフリー工作、うん、見て、ここに直ったここよ、これこれ、木のところ、おー、うん、何なんだ大したことないじゃん。こちらの辺のやつとは。そうなん。だって作って立つもん。ええ。わかる？こちらのところにょろにょろ行くだけじゃん。うん。ちょろちょろって行くだけだけど、あいつら立つもん。立つとは。立ち上がる。こう。ええ。変な動きする。恐竜みたいな。そうそう。
うん。宇宙人。撮ってある。あのちっちゃいあのちょびっとだけあの背てっぺん遠い？多分これでしょ？これ。臭い。ここから歩いて帰れるの20分ぐらい、うん、別にそのでっかい会社は途中から乗る、うん、それだけでいい。そうですね、それがベストでしょうな。だって先にお土産のとこ行っとった方が良かったの。決まるじゃん、こういう時ってこういうとこってすぐ決まる。近くまでやってない。
たい。はい、どうも。でね、ちょっと一応説明しますね。こうやって最初とか赤いロープかかってですね、このロープ外して入ってください。で、また入ってくれておいてください。そこに見えるガジュマルはまだちっちゃいんですよ。はい、とか、また奥に行って右に曲がってると大きなガジュマル見えます。はい、まあ、2番目ですね。で、帰るときは、今度はこっち持ってこうやって、こういうふうに持ってあの、頭を持ってますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いってらっしゃい。気づいたね。これはそんなに大きくない。これやんねん。入らんね、全体。写真撮る？撮ったの？撮ったよ、こそ。あんた。僕のお客さん写真にも機械のリングやオーブなどが、またマストアイム、ユーはどのところの一流名産をこぞってこの新聞のせい撮影やろうと行った。ちょっと写真撮ってるのほんまにそんなものが写るのか、絶対写らんと思う。